昔のだね。だって7年も前じゃとっくに処分してますよね。ああ倉庫にも残ってないかな。赤い靴なんだけど。ありません。そっか、倉庫って遠いんですか。え、その念のために一緒に見に行ってもらえないかな。いや実はこれ僕の昔の彼女の靴なんですよ。へえ。いやこの年の夏休みが終わったら渡すはずだったんだけど渡せなかったんですよ。どうして。彼女捕まっちゃったんですよ、障害で。その頃彼女陸上部だったんですけど、夏休みの合宿でコーチの人包丁で刺しちゃったんですよ。もっと早く取りに来ればよかったんだけど、やっぱりないですよね。それじゃあちょっと待ってて、倉庫の方見てくる。え、お前京一よね。うん、会いたかった。探したんだよ私。あ、ずっと探してたんだから。ちょっと組の方でいろいろあってな。だってずっと待ってたんだよ。3年間ずっと待ってたんだよ。うん、あれから一つもいいことなかったんだから。ああそっか、まあ、こんなところで立ち話もなんだからさ、飯でも食おう。うん、いらっしゃい。ああ、お久しぶり。ああ、お前ら知り合いか。うん、あ、水。あ、はい。お前さ、あの後お前のところに電話とかはなかった。うん、あったよ何度か。ねえねえ、あの時木島さんが殺されたけど何か関係あるの。いや、はい、俺エビフライ。あ、私もそれ。わかりました。ちょっと俺エビ買ってきますわ。なんだそれ。行ってきます。食うのこれ。なんかこれで猫食えたら一生食い物に困んないだろ。そうだよね。いやでもやっぱ猫は食えないんじゃないの。ん、じゃあこの猫なんだよ。こういう動物は食うから成仏できるんだろ。こないだとなんかボーボー焼いちゃうんだよ。かわいそうじゃないかよ。そうだよね。食ってみじゃんけんさ。食ってみじゃんけん。はい、
最初はグーね。最初はグー。ちょっと待って。これ勝った方が食うの、負けた方がどっち？ん？これ勝った方でしょ。じゃあ勝った方。勝った。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、ぽい。どんな味がするのかな？飯がいいな。佐々木さん、ご飯ですか？ちょっと。組長前おいでです。じゃあチーム、後で連絡する。大丈夫だよ。お家で待ってな。うん。サンデー知らない？そう。そのうち帰ってくるんじゃないですか？僕もそう思います。ならいいけど。あ、カフェ飲む？あ、はい。お前らあれか？相変わらず何もしてないのか？そんな感じです。だったらインド行け。インド？いいぞインドは。本当ですか？うん。インドにはムードがある。ムードか。素晴らしいムードだ。それにな、一生ブラブラしててもなんとかなるぞ。そうですか。うん。インド見る？はい。あ、そうそう、彼女できちゃった。そうでしょ。インドいる？インドください。はい、インド。俺もそろそろ結婚しようかな。はい、やだー。どうした、どうした。かまいたち、かまいたち。
い加減にしなさいよ。見る？エキス。エキス？神秘のパワーストーンエキス。風邪も買った方がいいよ。喜びの連続、人生大体で続々と寄せるエキス。9800円なり。し、分かってないな。エキスの神秘、分かんないわよ。うるさいな。暑い時に喋んなよ。黙れ、このシャブ中。何だと？経理のくせにシャブやってんじゃないわよ。まあ、そうなんだけどね。何やってんだ。別に。なんだその態度は。偉そうな口叩く前にこのクソ熱い工場なんとかしなさいよ。社長だろ。暑い時に暑いって言うんじゃないよ。暑いから暑いって言ってんじゃないか。暑いんだったら水飲め。何言ってんだ。あんたのその雰囲気は嫌い。なんだその雰囲気。うるせえんだよ。首首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 そうだよね。インバさんずっと川の中にいるんでしょ。まさかだよね。寝るときは別よ。がっかりだな。あのさ、こないだ寝つけなくてすごいこと考えちゃったよ。なんすか。俺さ、自分が死なないんじゃないかと思ったら怖くなっちゃってさ。言ってる意味わかんないですよ。じゃ、いや、今さんはインドって行ったことあります？あるよ。どんな感じなんですか、インド。インドはホテルのランクに差があるのね。ああ。よう。あ、下城先輩。ちょっと聞いてくれ。俺もそろそろ伝説の男になろうと思ってよ。伝説？そう、男ならやっぱ伝説の男にならないとな。なあ。はい。どんな伝説なんですか。それは今から考えるんだよ。おひらし、なんかいい伝説はないか。いや、伝説案はないですね。なんだお前ら。シベリア君。いや、いいです。それ甘くないですか。やだ。変わってるよな。こちらをご覧ください。こちらがトルエンを吸い続けた人間の脳です。こちらが正常な脳です。かなり小さくなってますね。体積にして約 8% 小さくなります。へえ、そんなにですか。やはりトルエンを吸うとバカになるっていうのは本当なんですね。いやいや、バカしかトルエンを吸わないんですよ。次にトルエンによって体に現れる症状の具体例をお伺いしたいのです。おい、いるのか。ちょっと待って。低下しました。おい、トルーンやってるだろう。はい。どうしてそういうことするんだ。ごめんなさい。トルーンやめて雨降りにしろ。そうします。よし、じゃあ俺はここに住むな。皆さん、うん、自分の命を縮め将来の子供にまで影響が出てしまう危険なドラッグ。
新しいテレビ買いに行こう。昼間からラリってんだろ。そんなことありません。ねえ知恵美、今月お金ないんでまたトリオン買ってくんない？ダメよ、トリオンばっか吸ってると紫仮面見るわよ。何紫仮面って？ラリってると出てくんのよ。紫仮面見たらもう廃人なんだって。あ、ニヤニヤしてる。さて下痢しただろ。え、違いますよ。涼介います？涼介います？涼介いいんじゃないかな。やめろ。お前はこれ結局さ、その店に帰ってこないんだよ。どうしちゃったんだ？わかんない。お前、昭恵が出所してから会ってないのか？まあ、会わない方がいいと思ってさ。やっぱあの靴捨てられちまったよな。やっぱりあなたはあれなの？今日何する？今日なんか歯磨いたの眠らちしたな。何それ？おばさんがお前に会ったら渡してくれって。へえ。村下さん、このままじゃどうにもならんでしょうが。いや、今度こそは韓国の方でも大丈夫だって言ってんすよ。なりたけしよ、事件存じ大からよ。いや、もう一日だけ待ってもらえませんかね。あばかりなんの時まするぶっといし。わかりました。ああ、またく肩のこりをしだしたな。佐伯さん、あとはよろしく。坂本、お前もしばらく会わないうちに出世したよな。
色が硬いノートっていうのまた違うの。おい、エビフライどうなったんだよ。でお前ら何やってんの。はい、いや別に何も。え、仕事は。いや全然全然。でお前らどうやって食ってんだよ。いやそれは不思議なんですよ。こう一日ブラブラしてても何かしら、ね、食えたりしちゃってこれって何なんですかね。知らねえよ。でお前らせめて極道とかにならないの。極道なんて。あ、ごめんなさい。いや、なんとかこうめんどくさいっていうか毎日組行ったりしなきゃいけないじゃないですか。それはもうケースバイケースだよ。あ、そうだ、お前らうちの組来ない。え、優遇するよ。優遇って。優遇は優遇だよ。いや、やっぱ才能ないな。大丈夫だよ、お前らムードあるもん。人間はムード大事にしなくちゃダメよ。ムードないやつは何やってもダメだもんな。特に君ムードあるね。はあ、君いくつ。25です。 25? あ、そっか、そっかそっか。あ、ビリってきた。震えてますよこいつ。あ、かわいそうだね。これで新しいのと交換してきた。はい、お釣り好きに使っていいぞ。やったー。ごめんね。じゃあ頼んだよ。あ、ちょっとちょっとちょっと、エビフライ君残りなさい。え、失礼します。ちょっと知らん。兄さん、兄さん、なんか落ちたよ。あ、すいません。よかったね、5000落とさなくて。はい、あれ、あー、ポケットに穴。ポケットの穴は糸で塞ぐだろう。じゃあ、心に開いた穴は何で塞ぐか。心の穴。そう、心の穴。ハーモニカだよ。そう、心の穴埋まった。一つ買わない。いや、でも金が。あ、いや、これは携帯買うお金だから。兄さんね、携帯電話は会いたくない人と会う機会だ。だけどこのハーモニカは本当に会いたい人と会う機会なんだよね。はい。何やってんだよ。お前、鍾乳洞って行ったことある？鍾乳洞？あるだろ、あの穴みたいなやつ。ああ、いや、ないですね。俺さ、ガキの頃夏休みにおふくろと鍾乳洞行く約束してたんだけど行けなくてさ。どうしてです？おふくろ親父に殺されちゃったからさ。おっせえなあ。あ、すいません。何やってんだよ。ああじゃねえよ。お前らどうして帰っちゃうんだよ。あ、すいません、すいません。どうぞどうぞ。いや、携帯の機種変更本人でないとダメだってんですね。だからってなんで帰っちゃうの。金返しに来いよ。やっぱそうですよね。あ、でも携帯が買えなかったんですけどハーモニカは買いました。なんだそりゃ。あ、すいません。あ、でもでも
なんで俺のハーモニカ勝手に吹くんだよ。ああ、すいません。お前ら本当殺すぞ。いや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 。どうもすいませんでした。車借りられたよ。ああ。お前ら明日鍾乳洞行くぞ。な、鍾乳洞。はい。マジで。朝8時集合な。あ、8時早い。夕方でいいんじゃないかな。バカ、夕方だったら鍾乳洞閉まっちゃうでしょ。鍾乳洞って夜やってないの？当たり前でしょ、暗くなったら怖いじゃない。鍾乳洞暗いんだから夜だっていいでしょ。あ、そうか。24時間営業の鍾乳洞ってあるのかな。やってるやってる。それはないんじゃないの。いや、本日だから行くことあるよ。俺はそんなことない。うるさいよ。いいから8時だよ、全員集合な。来なかったらお前ら死刑な。え、別れるってどういうことだよ。そんな簡単に言えるの。え、何結婚って。なんでそんな嘘言うのよ。いや、そうよ、そうそう、それはそうだけど、別れるっていうのは極論じゃない。いや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 、俺はまだ愛してるよ。うん、震えるくらい好きだよ。うん、まあいいや。とにかく一回会おう。とにかく一回会って。うん。だから雨降ってきたから電話切るよ。そう。来ないってすごいよね。あんた家見てきたら。え、やだよ。なんで私が行かなくちゃいけないの。痛いな。何やってんだよお前ら。何やってんのよ。いや、昨日の晩から寝てたんですよ。遅れるといけないから。遅れてるじゃねえかよ。いや、ありえないですよ。ありえたけど。なしょうがねえな。乗れよ、ほら。足ちょっと狭いです。足ダメだ。ちょっと足。すいません。狭いじゃねえかよ。だってしょうがないでしょ。あ、25歳の君。あ、電車で行こうね。電車で行けよ。じゃあな。頑張ってね。もう何？お金ないんです。え？一銭も？ええ。謝れよ。あ、すいません。おじさん、1000円ない。ないよ。お金なんか持ってないもん。え？一銭も？そうよ。なんで車で行くのにお金持ってくんだよ。しょうがない。はい。お前来なかったら殺すよ。
なんで？いいんだよ。だってあんなこと言うんだもん。だってしょうがないじゃないかよ。いいわよ。やっぱ私じゃなきゃダメか。さて、どうしたんですか。なんでもねえんだよ。はい。なんだかうるさいぞ。はい。だってあの子バカなんだもん。自然の脅威っていうか、すごいよな。ロマンス感漂うよな。あ、はい。あのさ、はい、ひんやりするってこう、久々によくなくなくない？あっ、なんで炭酸ばかかってくんだよ。あ、あじゃねえだろ。大体5人でなんで7本なのよ。あ、またあだよ。あんな入ってないやつ取っかえてくださいよ。でも自動販売機だからダメですよ。これでいいや。これはさ、当たりとかある。坂は後ろ向きに歩くと楽なんだ。そう。うん。ね？これ楽か？楽じゃないよな。変わんないよな。変わんないよ。楽じゃないよ。楽じゃないか？ですよね。ほら。楽じゃないよ。なんか気持ち悪いな。前向いて歩いてくれよ。分かってないな。ねえ、和也さん、本当にお金ないんですか？ないよ。ジェミ、あんたも一銭も持ってないの？だって、全部あのバッグの中だもん。なんなもな。意外と2時間ぐらいで帰れないもんかね。バカ！電車に2時間かかるんだぞ。お前は電車かよ。お前ガタンゴトンって言ってみろ。ガタンゴトンって。ガタンゴトン。いいんじゃないよ。気持ち悪いな。ジャイクとかどうかな。はい、乗せるか俺たち。お前運転手だったら俺らのこと乗せんのかよ。乗せねえか。あれ、でも和江さんと千恵美なら泊まるんじゃない？あれ、和江さんは？
江さんどうしちゃったのかな。知らない。ひなげしでも取りに行ったんじゃない。なんでひなげし。なんとなく。あれな、行こうか。それって歩きにくくない？ああ、いや、どうかな。どうかなって明らかに歩きにくいでしょ。ちょっと貸して。ああ、いや、でもさ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あんた、紐とか持ってない？紐？大抵のとこに暇は待ってるから。なんだけど、これ全部出さなくてもいいんじゃないの。そうだよね、全部手繰り寄せない方がいい時もあるもんね。乗せてくれってさ。何が？いや、結構近くまで行くからさ。いいよ、どっかで野宿しようよ。バカ、せっかく捕まえたんだぞ、ほら。だけどさ。いいから早く。足取った。余計なお世話なんじゃないの？何が？
だってさ、千恵美が本当に帰りたかったかどうか分かんないじゃん。ああ、返しちゃったよ。ってどんな感じかな。こうなんか押されてる気分じゃないか。なあ、少しは働いたらどうなの。なんで。なんでってお前いつまでそんな感じなの。ああ、いつまでかな。こんな言い方ってどうなのか分かんないけどさ、一生夏休みっていうわけにはいかないんだぞ。その布団で誰か死んでるかもしれないじゃない。まあまあね。お休みなさい。目覚めてよ。お前たちは選ばれた人間なんだからさ。え、そうなの。ブラブラしてちゃダメだよ。インドに行きなさい。インド。インドに行って人類を滅亡できたら救ってよ。知り合い。幻覚でも見たんじゃないの。和江さん、それでもいいじゃないか。そうよね。そんなことならインド行くしかないんじゃないの。世界を救うためだからね。大丈夫。インドで一生暮らすにはいくらあればいいんだ。なのインド人に聞けばいいじゃん。あ、そうか。え、インド人の知り合いとかいないんですか。インド人はいないな。インドとインドネシアは違いますからね。だけど似てるでしょ。似てるけど違います。じゃあインドネシアのインドは何だよ。なんだっていいじゃない。ザマなんか投げやりだな。あ、じゃあ知り合いのインド人に聞いてあげますよ。なんで私がこんなことをしなくちゃいけないですか。
何、お前らは本気でインド行くの？世界を救うんだって。ちょっとそのハンバーグ入れなさいよ。どうできるの、お前は。本当にそれも早くごめん。あ、待ってるよ。はい、次、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 出たよ。持たない持たない。あらららら、読んでねえでやれよ。ごめんね。いやだって、こんなんで郵便局やっていけんの？おかしいだろ。ペースだとポスト2000個か。すっげえ効率悪いな。じゃん、おっちょ、久しぶり。なんで買うの？いや、インド行って世界を救うんでしょ。なんでそんなん買ってきちゃうの？全然話が見えない。そう、返してきようか。ダメに決まってんの。あっ、目に落ちてんじゃん。いいよ。うわうわうわ、ケチューさん、ケチュー先輩、ケチュー先輩、ケチューさん。なんでご一緒にポテトはいかがですかって言わねえんだよ。はあ、ご一緒にポテトはいかがですかって言えって。言ってみろ。ご一緒にポテトはいかがですか。声が小さいんだよ。ご一緒にポテトはいかがですか。笑ってスマイル。ご一緒にポテトはいかがですか。あとよ、おめえ1枚入りますってのは声が小さいんだよ。もっとでっけえ声で言わないと1枚入ったかどうか分かんねえだろう。言ってみろ。1万円入ります。それは笑わなくたっていいんだよ。もう一回言ってみろ。1万円入ります。1万円入ります。分かったよ。やべ、あ、ちょっと、
なあ、銀馬さんの下半身ってどうなってるの？全然わかんないよ。どうする？サザエのつぼ焼きのあの黒いところみたいになってたら。銀馬さん。何？悪いんですけど、下半身どうなってるか見せてもらえません？すいません。一球も当たらないってすごいね。なんかね、私なんかやめてほしかったんだけど、やめないし。佐々木に会った瞬間3年間待ってた気になったんだけどな。あ、どうだろう。和江さんは会いたい人とかいないの？会いたい人か。昔小学生の頃ね、近所に花クソコブっていうのがあったのよ。花クソコブ？そう、誰が始めたのか、通学路の電柱にみんなが花クソをなせるようになった。それが同じ電柱にずーっとなすってたもんだから、やがて大きなコブになって。あのコブどうなったかな。じゃあね。違う。君たち、君たち。下水先輩、大丈夫なんですか？大丈夫、大丈夫。それより俺はいよいよ伝説計画を実行に移すと。どんな伝説なんですか？それはまだ秘密にだな。あ、すいません。あ、そうそう、耳取れちゃったよ。さあ、ほら、これ、耳。取って、取って、取って、誰か取ってくれ。何やってんだな。すごいだろ。すでにそっちの方が伝説だよ。空が丸いな。何やってんの？角砂糖食べる？うん。はい、ありがとう。なんだろう、このロケット。頭のおかしい学者が作ったんだって。誰か言ってたよ。そう。ほんと。だから燃料入れたら飛ぶんだぜ、こいつ。まった。ちょっと見てみ。ほら、こっから燃料入れんだよ。燃料入れたから発射できるわけないじゃん。そうじゃねえんだよな。何よ。いやこれは俺だけの秘密なんだけどな。ちょっと教えなさいよ。私は命の恩人なのよ。お前絶対誰にも言うでな。言わないよ。よし。何これ。多分これが発射装置。また。
だってさ。嘘。可愛いだろう。うん、すっごい可愛い。よかった、喜んでもらえて。君のことずっと好きだから。これ血統書ね。よそ、この猫はもらえないな。なんで？僕の感謝の気持ちなんだよ。だからって困るよ。ねえ、結婚するって本当ですか？うん、勝手なんだね。言ったろ、もう愛してないんだよ。そんなことってあるのかい？あるさ。だけどそれじゃあまりにも勝手すぎるもの。そうかな。僕は今でも好きだよ。なんかあったよね。あったよ。ほら、何それ？インド。え、ゴールデンチャイルドさんですよね？いや、金子ですよ。え、まあ私宇宙人だけど。へえ。あれあれ、ダメダメ。いや、いいじゃないですか。ダメ、ちょっと見てください。ダメ、え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ダメ、いいじゃないですか。ダメ、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 ダメよ。理論ぞごどばぞ、理論ぞごどばぞ、皆さんご一緒に理論ぞごどばぞ。さて、こちらにいるのはエリア51地区から逃げてきたという宇宙人です。今から皆さんにお見せしますが、その前に皆さん、どうか目をつぶってください。さあ、目をつぶってください。私が、どうぞと申し上げたら、目を開けてくださいね。よろしいですか？どうぞ。うん。おー、見ろ見ろ。10年目にして初めて避けたな。もう今までの僕じゃないんですよ。はい、はい、よっ。カオル、おい。よう、兄ちゃん。はいはい。俺にも宇宙人見せてくれよ。ビロンの言葉だ、ビロンの言葉だ、ビロンの言葉だ。
坂本。こちら俺の知り合いだからさ。関係ないですね。お前染みされたこと言うなよ。ちょっとなんで押すのよ。佐々木さん、あんた年食ってる割に全然しのぎ上げてこないじゃないですか。まあな。格好つける前に金稼がないとリストラされますよ。んだと？あれ？俺も木島さんみたいにしますか。俺知ってますよ、佐々木さんが何したか。だから押すなってんでしょ。マジ？まあね、いつまでもドル円捨てる場合じゃないしね。やめられるわけないじゃない。今度は大丈夫。お、なんかあったな。そっか。まドル円やめても私のこと忘れないでね。印馬さんって働いたことあるんですか？あるよ。え、今は？今は働いてないよ。なんでです？働く理由がないから。理由？おう、あのさ、人は自分のために働くんじゃないのね。誰かのために働くんだよね。ああ、そういうもんですか。そういうもんだ。ねえ。はい、馬科学です。はい。あ。社長、銀行からお電話です。ああ。見る？え？何これ？妊娠検査の棒。おしっこしませんと分かんの。ちょっとやめてよ。見て、筋。え？妊娠してんの？はい。大丈夫なの？いいえ。どうかしましたか？銀行が潰れた。ちょっと待ってよ。じゃあうちの補助は？いやいや、そりゃ困るな。困るって言ったって仕方ないでしょ。俺だって精一杯やってきたんだから。商売漏らしてるくせに偉くそんなこと言わないでよ。そんなこと言うな。沼さん、おしっこ漏らしたの久しぶりでしょ。ああ、久しぶりだよ。何の話をしてんのよ。とにかく、なんか手だけはない？共済組合からお金借りましょうよ。どうやって？いや、だから資金援助してくれそうな新製品を開発するんですよ。あれ？ああ！ちょっと何をやってるんだ。そんなことするんだったらどっかよそでやってくれ。ちなおい、熱い、熱いな、お前。熱いよ。何やってんだよ。お前らボコボコにされてるじゃん。そうなんですよ、参っちゃいました。で、金全部取られた。何？なんだよ。俺のおかげで大丈夫だったんですよ。たまたまじゃねえか。で、いくら残ったの？3万。すげえな。田島派。田島派お前ら。あ、これ島田さんに会った。島田さん？うん。島田さん死んだよ。え？いいじゃん。俺昨日会ったんだよ。いや、島田さんは1ヶ月前に死んでるよ。先生だって昨日会ったもんじゃん。嘘つくなよ。島田さんは死んでる。あ、それ野崎さんじゃん。あ、野崎さんだ。野崎さん。どうしたの？バカだよ。なんでもない。そういやよ、昨日川端さんが来てくれたよ。え、川端さんは死んだでしょ？死んでねえよ。2年前に亡くなってるよ。嘘つけ、昨日来てない。
何？テレビの上にトレーンの瓶置いたろ。知らないわよ。なんかの前で丸いのなんだよこれ。え、知らない。お前トレーンの瓶をテレビの上に置くなよ。ほら溶けてこれ白く丸くなっちゃったじゃないかよ。だから知らないって。なんとかなるかな。なんとかなるね。アイデアぐらいでお金が借りられたりしますかね。売れるものを考えればね。とにかく素晴らしいサンダルを考えようよ。人生頑張らなきゃいけないときはそう何度もないよ。眠くなったら私に言ってください。そうか、それは頼もしいな。こういうのどうかな。それはちょっとくどくない。どこが。ここここ。これ3つでいいよ。くどいくどい。ね。これなくなったらだって全部なくなっちゃう。3つでいいよ。お腹減っただろ。ちょっとコンビニ行ってくる。お願いします。よし。ちょっと、和江さん？和江さん？うん。頑張らないと。じゃあ、もう入れるね。よろしく。よいしょ。どうもありがとうございます。いやいや、とんでもないです。お気をつけて。大丈夫？ちょっと帰って治ったらまた来る。送りましょうか？大丈夫大丈夫。社長が帰ってきたら治ったらまた来るって。どうしちゃったのこれ。あれ？二人は？帰りました。そっか、はあ、お前も帰っていいぞ。私はいいです。頑張らないと死んじゃいますから。落としたんだね。なんかごちゃごちゃしてるよね、私の人生。まあね。たたりなの。たたり？そう、靴のたたり。靴屋でバイトしてた時にさ、若い男の人が何年も前に注文した靴を取りに来たことがあったのよ。え？なんか彼女にプレゼントするはずだったんだけど、いろいろあって取りに来られなかったからって。私その靴を探しに倉庫まで行こうと思ったんだけど、
中で佐々木に会っちゃってさ、その人のことなんかすっかり忘れちゃった。悪いことしたな。いや、結局ね、その靴のたたりで今私どこにも行けなくなってるんだと思う。このロケットでどっか行けたらいいのにね。燃料何かな。いやそれは NASA に聞かないとな。真面目に答えてどうすんのよ。使えるかもわかんないな。はあ、一緒にやります、はあ、名村下さんにファイルだ。うん、あ、あれあれあら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 だよ、肺が傷が塞がるまでこの機械で中から圧力をかけとかないと呼吸もできないんだよ。大丈夫なんだ、俺は死なないんだから。生命線をカッターで一周させたんだよなあ。あんたそんなことやってるとかえって死ぬよ。先輩、先輩、先輩、大丈夫なんですか。大したことない、大したことない。民家に突っ込んだだけだから。肋骨折れてるって。そうそう、肺も潰れちゃってさ、この機械で膨らませてんだよ。ラッキーだろな。あ、そうっすね。よし、コーヒー飲みに行こう。え、行くよ。せーの、はい。え、サイボーグってことですよね。え、これって、これってサイボーグってことなんでしょ。サイボーグってことなんでしょ。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫ですか。何もこんな思いして大丈夫ですか。左ですか。俺さん、コンセント貸して。水何やってんの。あ、いや、ガミリサイクルしてんだよ。あ、ごめんな。ああ、それなんていうか、イノシっぽいよな。なあ、笑いんじゃないよ。あ、はい。あ、それ、どんな伝説なんですか。お前らが伝説に参加するなら教えてよ。はっきり言ってこの伝説は1人100万円になります。え、じゃあなんか悪いことですか。伝説にもあればないだろう。なあ村下さん。はい、何でもいいから伝説にならいいんだよなあ。知りませんよ。おお、アナコンダ。なんかすごいね。うん、ミンバさんがこれインドで売れるから持ってけってよ。え、
インド？なんで？インドで暮らすからさ。いつから？多分近々。一人で？平瀬さんと変わると。あとは？そんだけ。すんげえんだぞ。世界を救うためなんだぜ。へえ。あれ、見ないの？全然良くないじゃない。あんたちえみがタンクみたいになってもいいの？タンクって？ほらいたじゃない、ちえみの同級生でラリって死んじゃったやつ。知らない。とにかくちえみんとこ行ってダメよ。はーい。だから行くなって。あ、どうも。この間悪かったな。あ、いや、いいですよ。宇宙か。俺さ、昔ブルース・リーって宇宙って言ってると思っててさ、なんかさすがスケールでかいななんて思ってたんだよ。へえ。あちょーじゃなくて宇宙の方が良かったのにな。そうですね。お前さ、ちえみのこと好きか？え、ああ、そっか。ならいいや。あ、バカ野郎、これ俺のハーモニカじゃねえか。ああ、すいません。ほいじゃあな。
ごめん。何やってんだよ。ちょっと。よう。な。姉ちゃん、ドル円なんかでロケット飛ぶのかい？ドル円だから飛ぶんじゃない。直ちに現状に向かいます。いや、やばかったんだよ、今。いや、もう、お金には危険が伴うね。タバコ持ってる。タバコ。ガチ止まって
行け。でも待て、人形って世界を救うんだろ。何言ってんですか。いいから逃げろなあ。はいはい、行け。止まれ、止まれ。違うよ、オレンジの方で集合だって俺言ったじゃないか。なんでお前は黄色になっちゃうの。だからオレンジじゃなくて黄色だったでしょ、集合は。違うの、あれはオレンジ色なの。いや、あれは黄色だって絶対。違うよ、俺は両生に黄色って言ったら、うんって言ったもん。そうだよ、オレンジ見てないんだもん、あいつは。だってひょっとして、両生、月霊先輩助けに行ったんじゃないのかな。マジで。うん、いやいや、でも 今の俺は話してんのは月城先輩の話じゃなくて黄色かオレンジかの話してるわけだから。黄色かオレンジだから黄色で、凌介分かったんだって。分かってないよ、だから来てないじゃんか今。お無事か。おあれ、月城先輩は。ほらもう捕まえ。え、だってお前行くっつだ。そうだよ、俺はだってお前たちは人任せだな、本当に。まあいいやいいや、金は金、金。あ、すごいな。あ、で、どうすんの、これから。もちろん。え、インドに。タジマハール。世界を救いに。タジマハール。人類の未来に。タジマハール。地球の未来に。タジマハール。あなたの心に。タジマハール。どうした、おい。ちょっと待ってて。が宇宙に飛んでっちゃった。
しな話だよ。無縁仏って焼いても煙が出ない人のことじゃなかったのね。あ、ごめんね。ああ、なんかもうインド行かなくていいかな。え？だってここインドみたいなもんじゃん。あ、俺もそう思ってた。え？人類を滅亡の危機から救うんじゃないの？そんな縁だったらお前行けよ。うん。え、なんで私が？行け行けよ。うん。なんで私が行かなくちゃいけないのよ。何よ、うんって。何やってんの？だってインドじゃ死んだ人は川に流すんでしょ。人生早く終わんないもんかね。そんなことならインド行くしかないんじゃないの。インドとインドネシアは違いますからね。インドって世界